どうも、笠食です。杉谷健志、北海道日本ハム杉谷健志、お前はそれでいいんか。まあでも健志が決めたことやったら仕方ないと思う。でも、笠原翔輝はすごい不満です。不満で、なおかつこれはちょっとね、杉谷健志かわいそうだなと思って今動画を回してます。まあ新庄監督、栗山監督から、新庄監督に代わって、まあ1年再開、ダントツの再開。今まではね、その杉谷健志が、ムードメーカーでファンにも愛されて、まあ、野球の結果よりもやっぱ健志はパフォーマンス、それでも見せる商売だから野球選手なんですよ皆さん。まあ新庄監督になってからすごいみんなも期待する声高まった中、どうしてもね、新庄監督口にはしないですけど、杉谷健志の存在、キャラっていうのが被ってるもんで、ちょっとね、なんて言うんですかね、目立つなっていう指示は出したと思うんですけど、ちょっとね、持ち味が発揮されない1年だったと僕は思います。まあ、そんな中で引退会見というか前進会見って言ってたんですけど、健志はまあ、本当に前進してほしいと思うし、やっぱ指揮官が変わるだけでこんなに選手の、パフォーマンスだったり持ち味がね失われてしまうんだって思うと、やっぱ本当にかわいそうだし、こういうことってあんまあっちゃいけないと思うんですよね。まあもちろん成績は悪かったです、正直、1割6分だったし、2022年、今年はね。でも成績じゃないじゃないですか、杉谷健志って。野球界は結果が全てって言うんですけど、じゃない選手でしたよね、杉谷健志って。ましてやその2023年、来年か、新しい球場になるわけですけど、やっぱり杉谷健志の存在っていると思うんですよ。日本ハムファイターズが薄い、今年去年とかね、本当近々まで日本ハムといったら中田翔、西川春樹、近藤、太田大志、杉谷健志、中島拓也っていうところだったんですよね。まあ若返りっていう意味でどんどん新しくしていくっていう意味ではいいんでしょうけど、それだとね、よく自分も現役の時言われたんですけど、プロ野球界に年齢は関係ないってよくコーチに言われたんですよ。結構矛盾点で、それって高卒1年目がバチバチ活躍して1軍でね成績残してもいいんだっていう割には、佐々木朗希君とかってさ、2、3年育成させますとか、3年育成させて、まあ今しっかり結果の出てるんで、まあ正解なんですけど、それって結構もったいなくて、やっぱメジャーとかで活躍してる選手ってやっぱ高卒1年目から出てるんですよ。まあ、大卒抜きにしてね、高卒だとしたらね、プロ1年目からやっぱ1軍でやっぱ出たりとかしてて、で結局30代になった、ベテランになった、出場機会減る、若返りを図らせるために首を切られるっていうことが最近多々多いんですよね。やっぱ結果を残せば別にね、年齢とか関係ないと思うし、ファンから愛されれば何年いようがいいと思うし、まあちょっと話はそれましたけど、やっぱちょっと矛盾してることが多いな、プロ野球界っていうのがちょっと最近多いので、ちょっと杉谷健志の名前を出させてもらいながら今動画を撮ってます。もったいないっすよ、まだ日ハムにいるべき存在。ちょっと新庄監督と杉谷健志が合わなさすぎたね、合わなさすぎたっていうこと自体がダメなんだけど、指揮官がね、指揮官は持ち味を最大限に出させるっていうのが指揮官であって、やっぱそれを縛っちゃいけないですね。エンターテイナー杉谷健志としてさ、まあ新庄監督も現役の時は好き放題させてもらってただろうし、逆に自分が現役の時に杉谷健志みたいに縛られたらどうなのって聞きたいですけど、まあ今言っても仕方ないんで、難しいですね、人と人、合う合わない。どう思います、視聴者の皆さん。正直まだ健志はいるべきでしたね。新庄監督になってから太田大志、秋吉、西川春樹と自由契約にしたりとかね、いつ日ハムは優勝
するんすかね。何年後、また何年後っつったら血を入れ替える。まあ今の清宮くんだったり万波くんだったりとかね、その辺が主軸になって成長してって 20代半ばとか半ば過ぎた時にやっぱ優勝争いしてないといけないんですけど、まあ本当に大丈夫かなっていう感じですかね。やっぱ選手に采配とかね、宮西投手にもはぁみたいな感じでなんかなってましたけど、やっぱそういうのって士気が下がるんで、どうやろうな。ファンを喜ばせる意味では新庄監督いいと思うんですけど、選手の育成に関してはちょっとね、選手の持ち味を出させる、意外にちっちゃくなっちゃうかもしれないですね。日ハムの選手が今までは伸び伸びスタイルの日ハムだったんですけど、新庄監督で伸び伸びやれそうで、多分意外に伸び伸びやれてない気がする。何かをやっちゃったら、新庄監督ちょっと変わってるから気に入られないなとか、使ってもらえないくなっちゃわないかなとか、多分変な風に多分考える選手多いと思うんですよ。俺だったら考えちゃうな。これから加藤選手もドラフト3位で入りましたし、その辺使っていくんじゃないですかね、どんどん。いや、杉谷健手もったいない、本当に。皆さんどう思いますか。ちょっと矛盾が多すぎる。矛盾というか、もう杉谷健手全然テレビ出てないもんね。今年試合にもそんな出てない、テレビにもそんな出てない、持ち味ゼロで全身会見、かわいそうやな。それは栗山監督と抱き合ってあんだけ泣きますよ。まあ、悪い方向に行かなければいいですけれども、ちょっとね、最初は新庄監督やってくれるんじゃないか、新庄ならやってくれるって僕も正直思ってくれましたけど、ちょっと違うな、ちょっと違う、言葉にはちょっと表しにくいけど、ちょっと違う感じがします。野球しようよ、日ハムの選手頑張って、負けるな。バイバイ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよ。